はい、どうもこんにちは、福田です。本日はアクティブファンドの実力検証でして、題はダイナミックインド株ファンドの実力を検証していきたいと思います。よろしくお願いします。えー、データなんですが、2009年の11月24日から2023年の12月29日でやっていきます。 で、ベンチマークなんですけれども、インド株のインデックスファンドの NEXT FANDS のインド株株,インド株式指数上場投信で、新興国株のインデックスファンドの SMT 新興国株式インデックスオープン。で、全世界株のインデックスファンドの DC 代は外国株式インデックス。この3つをベンチマークとしてやっていきます。 で、リターンの時間軸は日時月時年時の3つで、リターンの種類は配当込みのリターンになります。で、見ていく項目は具体的にはこの7つとなっております。はい。では、ざっくり結論を変えていきます。まず、リターンなんですが、これは新興国株よりは高かったんですが、インド株、全世界株よりかは低いっていうふうな感じでした。で、ディスクはどのベンチマークよりも高くて、シャープレッシオは新興国株よりかは高いんですが、インド株、全世界株よりかは低いっていうふうな感じでした。 で、相関係数に関しては、どのベンチマークとも基本的に強い純相関で、アルファに関しては、新広告株をベンチマークとすると、プラスのアルファ出ていたんですが、インド株、全世界株をベンチマークにすると、マイナスになっておりました。なんで、基本的に投資前提は、インド株に対して強気っていうふうなスタンスになると思います。えー、では、なんでこの結論に達したのかをデータ見ていきたいと思います。 はい。ではやっていきましょう。まずは日時のリターンからですね。えー、3452日分のリターンのデータになります。で、えー、平均リターン見るんですけれども、えー、新興国株よりかは高いんですけれども、えー、インド株と全世界株よりかは低いってことがわかると思います。えー、お次に標準偏差、えー、リスクの大きさですね。えー、これに関しては、まあ、インド株と大体同じぐらいではあるんですけれども、えー、若干高かったってことがわかると思います。 次にシャープレーションですね。これもそこまで差はないんですけれども、とりあえずですね、全世界株よりかは低かったっていうふうな感じで,で、インド株よりかは若干低くて、新興国株よりかは若干高いっていうふうな、そんな感じになっていたみたいです。お次に相関リスクベータですね。こちらに関しては基本的に3つのベンチマークとも強い純相関になっておりまして、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、インド株との相関係数が一番高くなっているのがわかります。 次にベータとアルファで分解してみていくんですけれども、新興国家をベンチマークにすると、まあ、若干プラスマアルファが出ているんですけれども、少なくともインド株式をベンチマークにすると、アルファですね、0っていうふうな感じで、 で、えー、全世界株をベンチマークにすると、まあこれもほぼゼロなんですけども、若干のマイナスが出ていることがわかります。えー、つまりですね、えー、このファンドに関して言うと、リターンが上がった理由っていうのの100%以上は、基本的にインド株ないしは、全世界株の、えー、がたまたま好調だったことによって説明できてしまうっていうような感じになると思います。えー、次にベンチマークの上昇時のリターンを見ていきましょう。えー、3つ共通していて、ベンチマーク上がると、ファンドも上がるんだけども、若干及んでいなかったいうことがわかります。 次にベンチマーク下落時ですね。こっち3つとも同じで、ベンチマークが下落するとファンドも下落するんだけども、若干マシだったって感じになってたみたいです。とりあえずこれが日時のリターンでした。では、お次に月時のリターン見ていきます。169ヶ月分のリターンのデータになります。 で、平均リターンなんですけれども、こちらに関しては、やっぱ新興国株よりかは高いんですけれども、インド株より低くって、で、全世界株よりかはちょっと劣ってるっていうふうな、そんな感じになっていったのがわかります。次にリスクの大きさですね。これもインドとそんなに変わらないんですけども、若干高かったみたいです。 次にシャープレッシオですね。これちょっと差がついておりまして、えっと、リターンに関しては、進行国株以下は高かったんですけれども、シャープレッシオを直すと大体同じぐらいな感じで、少なくともインド株よりかは低くて、全世界株と比べると二分の一ぐらいだったことがわかります。次に相関リスクベータになります。こちらも強い純相関で、インド株との相関係数が一番高く、ベータ値は一近辺になっていることがわかります。 次にベータとアルファで分解してみていくんですが、新、ま、興、あ、国株は置いといたとして、少なくともインド株と全世界株、こいつをベンチマークにすると、アルファが若干マイナスに突っ込んでいるってことがわかります。次にベンチマークの上昇値ですね。こちらも3つ共通しているんですが、基本的にベンチマークが上がると、このファンドは上がるんだけども、まあ、若干及んでいなかったってことがわかります。次にベンチマークの下落時なんですが、こちらはちょっと微妙なところでして、 少なくとも新興国株が下がった時にはですね、このファンドは下がってはいるんだけども、新興国株全体よりかは若干増しっていうふうな感じだったんですが、全世界株が下がった時には大体それと同じぐらいの下落をしていて、インド株が下落した時にはですね、同じぐらいって同じぐらいなんですけども、若干ですね、損失幅が大きかったってことがわかると思います。とりあえずこれが月次のリターンでした。 では最後に年次のリターンを見ていきます。14年分のリターンのデータになります。で、平均リターンなんですが、まあ、新興国株よりかはいいんですけれども、若干差がついておりまして、インド株よりかはですね、だいたい1%から1.5%ぐらいリターンが低くて、で、全世界株と比べるとですね、だいたい5%近くですね、リターンが低いってことがわかります。 次に、リスクの大きさなんですが、これは3つと比べると、このファンドのリスクっていうのは高かったことがわかると思います。次に、シャープレッシュですね、こちら、新興国株よりかはリターンは高かったんですが、シャープレッシュを投資効率で直すと同じくらいっていうふうな感じで、インド株全体よりかは若干低くって、全世界株と比べるとですね、かなり見劣りがするっていうのがわかると思います。 次に相関ディスクベータなんですが、まあ、こちらはですね、日時月時とほとんど同じでして、相関係数は基本的に強い純相関、かつインド株との相関が一番高いってことがわかります。次にベータとアルファで見ていくんですけれども、やはり年次で見てみてもですね、新興国株に対してはプラスのアルファが出てはいるんですけれども、インド株、内しは全世界株をベンチマークとすると、アルファがマイナスに突っ込んでるってことがわかると思います。 次にベンチマークの上昇時見ていくんですが、こちらはですね、新興国株が上がると、インド株ファンドは基本的にそれ以上に上昇していたんですけれども、ただ、インド株式、ないしは全世界株式が上がるとですね、このファンドの上昇をするんだけれども、ただ若干及んでいなかったのがわかると思います。 次にベンチマークの下落時見ていくんですけれども、こちらに関しては、新興国株が下落をすると、このファンドっていうのは下落するんだけども、新興国株に対しては若干マイルドな下落で収まっていたのに対して、これ、インド株と全世界株が下落をするとですね、それ以上に下落をしていたところがわかるんじゃないかなと思います。とりあえずこれが年次のリターンで、これで動画が以上になります。 はい。というわけでご清聴ありがとうございました。えー、質問、感想、リクエストはコメント欄の方にお願いします。で、えー、今の動画が役に立ったら高評価とチャンネル登録お願いします。というわけで今回は以上になります。お付き合いいただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。